こんにちは、本堂明です。前回は大阪の奥150年の歩み、ということで、3つのポイントに沿ってお話しさせていただきました。で、今回からは大阪の、現在24ある区のそれぞれのプロフィールについてご紹介していきたいと思います。前回を見ていただいた上で、聞いていただくとより分かりやすく、もちろん、今回から聞いていただいても理解ができていただけると、思っております。24区の話というのはですね、つながっていますけれども、それぞれ独立しています。ということで、それぞれの話をちょっと、お楽しみにしていただければと。で、最初は、西区から始めます。なぜ西区からスタートするのかというのは、前回の話をお聞きいていただいてもご理解いただけるかと思うんですけれども、今改めて申し上げると、西区から大阪の明治以後のですね、新しい時代が始まった、そういうふうに言える区なんですね。ですから、まず近代が始まった最初の地域、西区から話を第一回としたいと思います。さて、いきなり結論みたいなことを言いますけれども、西区というのは江戸時代の大阪と明治以後の新しい大阪の架け橋になった、そういう区なんですね。明治12年に生まれた、その時点での西区というのは、今現在の、港区と浪速区、大正区、それぞれの区にまたがったですね、非常に大きなエリアでした。これがですね、江戸時代以来の大阪の、新しいエネルギーを西の方へ吸われて、西区というのが急成長していって、その過程で今申し上げた、港区、大正区、浪速区というのも、人口が増えて、分かれて独立していくわけです。そんな西区を象徴する史跡、歴史の跡というのを次に挙げたいと思うんですが、2つあります。1つは江戸小島にあった大阪府庁、それから、大阪市役所江戸小島、市長、庁舎。もう1つが川口居留地です。で、大阪の、府と市を、代表するそういう役所でですね、外国人が、住む居留地というのができた。これはですね、2つの側面を物語っていると思います。江戸時代の大阪というのは、城下町で、城の周りというのは、奉行屋敷とか、武家屋敷、そういうものが固まっていて、で、その川を隔ててですね、向こう側が船場という、商人が活躍する商業地がありました。そういう大阪の中心地です。で、明治維新以後しばらくはですね、この大阪城のお膝元の、その後出来上がる東区という、このエリアの中で明治初期の歴史というのは、動いていくわけです。江戸時代以来の中心はそのエリアにあった。それがですね、ある時に西へ移動するわけです。それは明治12年、何があったかというと、東区、西区、北区、南区という区というものが4つ生まれました。中心が動いたというのは、大阪府庁がですね、この西川にある西区の江戸小島というところにできたんです。最初の大阪府の代表する役所はですね、東区エリアにあたる西町奉行所があった場所に最初仮のね、ような形でできたんですが、江戸小島にできた大阪府庁というのは、西洋式のレンガ建築で、府庁のために作られた新時代の、拠点です。その本格的な最初の庁舎が生まれたのが西区であった。以後ね、生まれてから半世紀くらいの間、大阪府庁はそこにあったんです。大阪の川がそこにあった。で、
辺野古島というのは、安治川と木津川の2つの川のね、上流の、合わさる地点にあります。明治の初めはですね、また江戸時代の、田んぼ、新田開発された、地帯で、まあ、いわゆる、まあ町外れだったんですよね。どうしてそんな場所に不調ができたんだろうと思いますけども、辺野古島の西側に、居留地があります。居留地というのは明治維新になってからですね、外国とお付き合いしなきゃいけないと、国の政策として町を開く、港を開くということが行われました。で、大阪では港といえば江戸時代以来の川口、安治川、木津川の上流、中之島の西の端とね、向かい合っているこの川口という地帯に、その拠点となる、港を開く拠点となる居留地、外国人が住む、そこを拠点に目の前に港があって貿易を行うという場所になりました。大阪府庁はその川口居留地とですね、川を挟んだ向かい側にあります。これはですね、国の政策として開国開港開始というのをね、やった。その意向がですね、大阪の場合は非常に色濃い形で、外国に土地を開放してですね、新しい時代の、貿易をやっていくんだ、外国と付き合うんだということを最重要課題としてやるんだという意識がですね、ここに出てますね。居留地の真向かいに、それまで大阪城のそばにあった、大阪府の役所が川辺に引っ越してきたんですよね。西へ大移動したんです。それが西区というものの、その後の歴史をね、物語っていると、思いますね。で、川口にはそういう江戸時代以来の、船の港があって、物資はここに集まってきてですね、川口という名前の通り、大阪市内にもう縦横に発達していた堀川、人工の河川、もう千葉とその西川にですね、たくさんの川ができてました。そこへ物資を流通させる、拠点だったんですね。市内の川の入り口と思っていただいたら結構です。川口という名前ですから、まあ江戸時代はそこにね、船手会所といって船の通行を取り締まる、まあ、そういう役所もあった、そういう場所です。まあ、水の宮の玄関口、そこにですね、外国人が入ってきたということで、最初イギリスとフランスとドイツとアメリカ、オランダの各国にですね、土地を売却して招き入れました。そこからですね、西洋の文化、いろんなものも入ってきたわけです。今ではもう当たり前になっているパンを食べるね、パン食とかコーヒーね、お好きな方多いと思いますけども、そういう食文化、それから散髪をするとか、クリーニング店に着替え服を出すとか、そういう習慣、カフェとかね、そういう文化も居留地を通して、交流があって、で日常の暮らしに溶け込んでいったわけです。当初川口の居留地に入ってきたのは、貿易のね、成果に期待した、商人たちが入ってきたんですね。まあ、大阪側も当然そういうのを期待して、ここから本格的な取引が始まるんだと思ってたんですが、なぜ江戸時代からの港なので、黒船のような大型船がね、近代的な船が入ってくれるほどの水深がなかったという大問題がね、分かりまして、まあ、それまでは小型のね、近海用の江戸時代の船が行き来してたような港ですから、まあ、それ無理ないんですけどね、当時はそういうこと分からなかったんですね。で、実際にやってみると使いにくい港であるというのが分かっちゃいまして、もう数年の間に当初の商人たちは見切りをつけてということになってしまいます。代わりに入ってきたのが、学校とか教育関係の、外国人の方たちが入ってきます。
今現在残っている川口キリスト教会とか学校ですね、今市内の方へ移っている学校が多いんですけれども、今のミッション系の大阪の学校と言われているものは当時のキリスト関係者が始めたものが多いということで、単に生活文化だけじゃなくってそういう意味で の外国の文化もですね、居留地から入ってきて交流が生まれていったということです。人々の意識変わったでしょう、町の暮らしも変わっていったでしょう、そういう波がね押し寄せてきた入り口がこの西区であり、その代表的なエリアが、川口であるという、ここから始まるということですね。はい、